皆さんこんにちは、カナノアレスピン。2月じゃん、もう、うん、2月といえばチクタクチクタ、鬼はーっと違う、それ2月じゃなかった。あ、2月じゃなかった。ねえねえねえ、カナに来る日もう言うで、好きだよ。うん、ほら好きだよ。チョコレートプレゼント。あ、何か過去にあったの、大丈夫？ということで、今日はなんかバレンタインでもこうなんか使えそうなマッピングとかでさ、なんかやっぱ被りがちじゃん。うん、なんかなんか見た目がすごい可愛いね、入れ物を作ったらやっぱさ人と違うからさ、あ、結構印象強くなるよ、ね、印象強くなるし、まあ、可愛いそのバレンタインでも使える入れ物を作るんですが、はい、なんと今日は全部シリアでわかる？そこで全部買えます。え、じゃあめっちゃ学生とかにお手頃だね。お手頃です。でも100円です。そう、バレンタインで使える可愛くて安いラッピングを紹介します。イエーイ。ではレッツゴー。ゴー。まずはドーム型蓋付きのカップ。蓋付きの、あ、リボンついてる。そうなの、可愛い。蓋付きのカップとマスキングテープ、そしてもう一個ある、ボンド。ボンドです。クラフトタグ、なんかプレゼントとかの一緒にやるやつ。そうそうそう、こんな風な、これを今回は使って作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていこうと思います。うん、今回カップを2つ使うんですよ。なんか形的にはまあこうなるんだよ。うんうん、こうやってくっつけるんだけど。よし、じゃあとりあえずカナはこれ、こんな感じで、カナはこんな感じで、こんな感じで作ってみます。じゃあまず下にね、うん、下になるカップに自分の好きなマスキングテープを縦に貼っていきます。はい、よし、貼ろう。こんな感じです。斜めった。いいよ、こんな感じで今どんどん埋めております。これを一周全部カップが隠れるように貼っていってください。はい、ということで一回貼れました。こんな感じ。じゃあ次、ここの縁に合わせて、これ中に折り込んでいい？ね、折り込んだ。中にでも折り込んじゃっていいと思います。そっちの方が綺麗な気がする。うん、はい、じゃあ下完成。土台完成。土台完成。めっちゃ可愛い。可愛いね。次はこれですか？そうです。これをね、ここ貼ります。ここ、そう、ここを貼るからね、同じサイズがいいんですよ。あ、うん、この縁のとこに乗せてきます。はい、貼った。おお。手でいいね。はい。だよ。次はね、はい、あのさ、タグ何に使うかなって思った子、思った、いませんか？何に使うの？ここ真ん中にさつけたらさ可愛いじゃん。あ、そう、ゴーみたいな。そう、紐やって赤いリボンとかでも可愛いと思うし、ね、今回かなは、はい、ピンクと水色のパステルっぽいやつと渋めな茶色の2種類買ってきました。かわいい。そして家からこう持ってきた。ありがとうございます。俺もでも100均とかで多分昔買ったやつだけど、自分の好きなようにこのタグの部分で凝って最後そう飾り付けしたいなと思います。 あれだね、乾かしてる間に。そうそう、乾かしてる間にできる。素晴らしい。よし、じゃあこれは乾かして完成です。え、見せて。かわいい。ちょっとさ、かわいい。なあさ、ぐちゃぐちゃしてるじゃん、感情が。だからぐちゃぐちゃです。それも気持ちです。カナはね、もう文字だけなんだけど、なんかおしゃれ。今日はラブって書いた。この文字の位置的にまあこの辺かなみたいな。おー、できた。カナもうボンドで貼っちゃったからこんな感じ。でもなんか結び目があっても全然可愛いと思います。じゃああと蓋つけて。あー、全然あり。シンプルだ。うんうん、あり。いいね、かわいい。じゃあってことで完成。入れ物完成しました。こんな感じ。え、かわいくない？かわいい。これかわいい。じゃあ最後にお菓子入れましょう。じゃあとりあえず完成だかな。ここでセリアでできる簡単なラッピング完成しました。イエーイ。見て、かわいくない？じゃあカナって書いてあるから。あげるよ。バレたいね。ねえ、ね、見て、かわいい。
はい、ということで今回はセリアで、はい、安くて簡単に作れるバレンタインのラッピング方法を紹介してみました、はい、どうだった？こんな結構簡単にできてびっくり。そう、簡単だよね。簡単だし安いし可愛いし、グッジョブ。なんで皆さんもぜひ可愛いなとか、あと参考になったなって作ってみたいなって思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待ってるよ。コメントも待ってます。お願いします。お願いします。はい、じゃあ次回も見てください。見てください。バイバイ。バイバイ。良いバレンタインを